さんこんにちは。今回は、こちらのたまごっちにて、音符集めゲームをプレイしてみたいと思います。早速プレイしていきます。ゲームのルールはシンプルで、うんち以外の音符を取るだけです。間違ってうんちを取ってしまった場合は、ゲームオーバーとなります。回数を重ねるごとに落ちてくる数が増えるのと、落下スピードがだんだん速くなります。マックス99回までなんとかプレイし、クリアすることができました。ということで、今回はミニゲームで遊んでみました。それではまた次回の動画で、お会いしましょう。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやっているので、もしよければフォローをお願いします。